語性とは、英語のアンダースタンディング、ドイツ語のベルシュタントに対する青春による訳語である。日本においては、本来以前の用語であった。英和辞典や独和辞典を参照してもわかるように、この語はもともと、知性や理解力などと同意義であるが、西洋哲学においては、様々な哲学者が、それぞれの定義の下で用いる。ただ、知性、理性、 感性などと比べて、一般認知度が高い言葉とは言えず、語性という言葉が、それが対応する、外国語を翻訳する際に、適切な言葉であるかどうかの問題がある。ただ、これではわかりにくく、山口博之は、理解力と訳すのが良いと述べている。一般論としては、対象を理解する能力が語性であり、その理解をもとに推論を行うのが理性である。ジョン・ロックの 人間知性論の最初の和訳は語性論であった。一般的には思考の能力などの意味で用いられる。禅においては語性と読み人間に備わっている悟りを得る資質を意味する。ダルマの著作とされる書物に語性論がある。イマヌエル・カントの語性論は純粋理性批判で展開される。語性は感性と共同して認識を行う人間の認識能力の一つであり。 概念把握の能力である。衝述すれば、もの自体に触発されて、直感による表彰を行う、下級認識能力である感性に対して、個性は理性や判断力とともに上級認識能力の一つであるとされる。人間の個性には固有の形式があり、すべての可能な人間的認識に際してはこの、形式が適用され、個性による表彰が可能になる。 この固有の形式が純粋互性概念であって、量、質、関係、様態にそれぞれ3つ、合計12の純粋互性概念が指摘される。関ト以前に、会議論は人間の認識の確実性を問うたが、関トにおいては人間が外界のものを認識する際に発見する因果性は純粋互性概念によって保証されており、人間の認識の処方則に沿うために、 確実なものである。これによって、エウクレイデスの幾何学やニュートンの力学は確実な認識であることが保証される。一方、カテゴリーは個性の対象となるもののみに当てはまる。すなわち感性的認識の対象とならず、単に死因のみが可能な理性概念には当てはまらない。このためカントは従来の哲学が扱ってきた神や存在についての命題を否定する。しかし、 人間理性には、形事上学への素質があり、本来当てはめることができない対象へも、個性概念を適用しようとする。これは哲学を推進する主要な動機であり、人間の本性として否定することができないが、しかしあくまでも、個性の御用であって、人間は正しい個性の使用を知らなければならないとされる。中山元明による道書においては、 語性という訳語は一部を除いて使用されておらず、知性という語が使用されている。ゲオルクビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルは、精神現象学、大論理学、小論理学、精神哲学において、語性論を展開している。ヘーゲルによれば、語性は事物をバラバラに捉え、しかもそれらを固定化し、事物が運動や矛盾を含むものとして捉えられていない、思考の能力とされる。 その基盤となるのが、同一律、矛盾率、排中率などを持つ、形式論理学である。形式論理学的思考に基づく、個性的思考は雑多な諸現象の本質を捉えようとして、法則を見出し、現象を引力と、積力、時間と空間などといった単純なものに還元する。しかし、これらの対立は固定化され、個性的思考が捉えたものは、 単なるデータの寄せ集めでしかなくなる。精神現象学では、その後、個性的意識は自己意識へと進むが、小論理学などでは、個性から理性への転換が示される。長谷川博士は、ベルシュ担当、従来の、個性ではなく、科学的思考もしくは、知性などと訳している。精神現象学、意識、三力と個性はヘーゲルが、 語性的思考の典型として、ニュートン力学を想定していることから、内容とタイトルとの整合性を持つものとして評価される一方、ベルシュタントと科学を混同していることや関東的、語性論をはじめとした、従来の語性論を無視していることなどに対して批判もされている。イレズ、全席データベース、語性論花園大学国際全学研究所。ありがとうございます。